小平は、金勲イオの武教小説、雪山ひぎつね、ひきつね外伝に登場する人物。金勲オによれば、武教小説において、武の部分はよく書かれているが、今日の部分はそうでもない。小平を通じてたけしと今日の両方を書きたかったとのこと。彼の少年時代を描いた、ひきつね外伝と青年期を描いた、雪山ひぎつねでは、若干の設定に矛盾が見られる。 あだ名は、雪山引きつね。あだ名の引きつねは、本名の子明をひっくり返したものと発音が、類似しているからとも、神出鬼没であるためとも言われている。日本語でも、子明をひっくり返すと、引きつねになる。真の建竜亭時代に、子はじめ等の息子として生まれる。理事税の護衛をしていた、個性の男の末裔生まれて間もなく両親が、 内に大鳥との戦いで命を落としたため、親代わりの平野四に育てられる。武術は父、子はじめ等が残した武術書を頼りに修練し、特定の師匠にはついていない。ただ、少年時代、紅花界の長半山からそれとなく武術の溶血を学び、大いに成長した。なお、長半山が大平に武術を教えてくれなかったのは、小明の師父の弁ンツを考慮してのこと。 もっとも、前述のように、小明に、師匠はおらず、父の残した、武術賞を頼りに独学で武術を習得していたため、超半断の心遣いに、あまり意味はなかった。部のみならず、今日の部分が強調されており、少年期に、自分のために命乞いをしてくれた、馬遥かの恩を忘れることなく、数年後に、バハルカとその息子たちのために清しと対立することになる。また、 息きりで、何の縁もない昭和4の家族のために戦ったり、これまた縁のないである、内に大鳥が失明した時などは、危険を帰り水へ毒罪を求め独主役王のもとに、赴いている。その後、雪山ひ狐つねでは27歳となった、子明が描かれている。この時は、少年期に出会ったほど霊祖との思い出からか、髪を祝いもせず、ひげも髪もぼう,ぼうに伸ばしている。 恐ろしげな容姿をしていた。また、少年期に学問をする描写はなかったが、教養にも豊かな人物となっており、引きつね外伝と、雪山ひきつねの空白期間にある程度の学問も、収めたようだ。子、苗、藩、他の家系に続く100年の因縁を生産したいと、考えている。物語終盤に、父の仇である、苗に大鳥と戦いを繰り広げるが、 ありがとうございます。